やはりそうだったかということがあって、えー、ちょっとびっくりしたんですけどもあの若いうちから30代ぐらいからもう影響が出るそうなんですけれどもあの日差しをこう直接浴びるようなことがある人は5年後に白内障になる可能性が 4倍になるんだそうです。可能性って危険性ですね。白内障のリスクが4倍に増えるということだそうです。まあ白内障になる方はまあ結構ねたくさんいらっしゃって、まあ両目を一度に手術した私の友人なんかもいますけど、やっぱり紫外線を強くこう浴びてしまうとかなり長い期間その影響がまあ及ぶというか。 加齢とともにまあ影響が大きく出てくるというべきなのかもしれませんがそういうことがあるようなんですね。で実はちょっと我が家を得たりっていうところがあってまあ私も目はあまり良くなくて基本的にあの非分症というあのこのゴミが大量にこの浮かんで右行った左行ったりするっていうあの大変気持ちの悪い病気を持ってますけど。 悪内障のことに関してはちょっと考えるところがあって実はわたあの人間じゃなくて犬のことなんですねで完全に過保護だって言われるかもしれないんですが今うちにいる犬朝の散歩の時には、えー、一つはこう白いキャップですね帽子 <laughs> あの耳が立ってるタイプなんであの穴のとこから耳がこう出るんですけどあのここにこうちゃんとつばがこうあるような 帽子をかぶせてでその帽子のここに一つ金具プラスチックの,あのちょっとした仕掛けがついていてそこにサングラスみたいなですね <laughs> まあ色付きのガラスというあの、まあ、プラスチックですけどそれをこうはめるようになっていてまあ要するにサングラスの効果なんですよ。でも、まあ、あそんなあの 確保させちゃってみたいに、えー、多分近所の人から思われてたんじゃないかなと思いますけれど犬って大体10歳ぐらい超えた犬っていうのはかなりの確率で白内障になってますよね実は。でまああのなんて言うんでしょうか、まあ、昔は白内障になる前に。 犬の、まあ、命自身が継いでてしまっていたの他の病気でね、えー、フィラリアとか、まあ、古くはジステンパーとかそういうもので、えー、命を失う犬がたくさんいたんだと思いますけれども、まあ、その辺が例のねあのノーベル賞の大村先生の発見されたイベルメックという薬で、えー、戦中ですのでね、えー、フィラリアなんていうのは あれでフィラリアで死ぬ犬がほとんどいなくなったということがありますであのその代わりと言っちゃ変ですけれども年を取った犬が白難症になるんですよねでもう目がもう白く濁って全然見えてないんですよって言いながらあの散歩で特にカートかなんかに乗せてね馬車みたいなもので。 まあ気分転換にはその方がいいので <laughs> まあ犬,犬にも気分転換が必要なんですけど、まあ、そういうあの犬を実は何とも近所に関してても見ていますで。そうするとやっぱり、まあ、どのくらい効果があるかわかんないけれども紫外線から犬の目を守ってあげるっていうことにはどうも合理,的合理性があるというか、えーまあ、少しでもね白内障になる。 時期を遅らせるという効果はあるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ということで、えー、なんかサングラスしてる犬を見つけても、あのからかわないようにしていただきたいとい <laughs>、えー、大真面目に <laughs> やっておりますので、はい、そこだけが言いたいっていうことかもしれませんけど、<laughs> えー、で、 まあ、その話はちょっと置いときましてえ、今日冒頭でお話ししようともあの思ってますのは、えー、原発に関わる話です。まあ、原発についてはいろんなニュースが、えー、まあ、時々ねあの、新しいニュースが途切れる時もあるかもしれませんが、実はいろんなことが起こっていて、えー、まあ、これは、 比較的大きく報じられましたので、えー、これご存知の方もね大勢いらっしゃると思うんですけれども中国電力が原発を計画している上関町の原発、えー、瀬戸内海に面したあ半島の先端部分とそれからいくつかの島これで構成される まあ自治体があるんですね上関町という。でそこに中国電力が原発を建てようと思ったのはもうかなり古いことなんですがえ激しい反対運動があ、まあ、起こって、えーまあ、調査もままならないままに、えー、2011年の3月11日を迎えて、えー、さらに 困難な状況になっていたんですが、えー、中国電力からするとねこれがね妙なな話になってきた、えー、中国電力と関西電力が協力をしてですねその上関原発の予定地に、えー、原発のゴミのつまり使用済み燃料 のえー、中,間ほ中間貯蔵施設あの最終的に、まあ、まだね核燃サイクルなんていう幻想を信じてる人たちがいるわけでそれに基づいて、えー、六カ所村なんかもやってるわけですけれども、えー、しかし全国の原発ですでにサイト内の、えー サイト内に、まあ、たまりにたまった核のゴミというのはもう70数パーセントになっているわけですね。でいずれ、えー、ゴミを置く場所がなくなるでそうなった時にこれはもう間違いなく原発が止まるわけですね。うん、新しいその核燃料を装填できなくなるわけなんで,でその危機を回避するために。 ということで、中国電力と関西、まあ、特に関西電力が問題なんですね、関西電力はあちこち探して、えー、中間貯蔵施設を作れる目処が立たなくて、大変困りに困っていたところに、えー、中国電力と、まあ、どっちが言いしか知りませんけど、タイアップして、 上関原発という、まあ、うまくいっていない原発計画のところに、ボーリング調査をしてですね、えー、中間貯蔵施設を作っちまえという方向に今、話がこう流れていってるんですね。でこれ、あの、実はもう、その上関町というのは、もうすでに、えー、原発はまだないわけですけれど、 いわゆる原発マネーでもって、えー、まあ新工作をずっとやってきたような街になってるわけですよ。これちょっと上野石町といっても一言で実は言えなくて、あのー、まあなんていうんでしょうかね、本州側というか、えー、島じゃないところにあの市役所があるんですけど、えー、上野石上野町自身はそういう。 もう原発付けに原発マネー付けになっているで新たにまあそれでその後その金額がガンとあ下がっているところで何とかしなきゃいけないっていうんで中国電力をせっついたんでしょうね多分分かんないんですけどもちろん想像ですよなんとかしてくれと <laughs> で地域振興策としてえ 原発建設そのものではなくてその用地を使って中間貯蔵施設を作る関西電力と一緒にでそこに関西電力のゴミも入れてやるというねあの妙な具合になってきてるんですよでこれうまくいくとは思えないところもあって あのー、まあ実は今2011年以降ストップしている中で、まあ、いろんなことをそれとも中,中国電力はやろうとしているわけですけれども、あのー、裁判があるんですよねで反対している人たちの団体を中国電力があ まあ訴えていますそれで、まあ、裁判になっているっていうところはあるんで、えーまあ、そういう戦いもずっと繰り広げられているっていうことがまあ一つあります。で実はこれを取り上げたあの意味合いっていうのはもう,もう実はうかなり前になるんですけど私があのまだ「モーニングショー」 あのつい先日玉川徹さんが卒業 <laughs> 卒業じゃない <laughs> 定年退職されて、えー、元テレ朝の元社員ということでこれから「モーニングショー」にお出になるそうですけども、えー、その玉川さんが入ってこられた頃っていうか87年とか8年とかそんなもんだと思うんですけど、えー、そのぐらいの時に。 玉川さんという首相ではなかったですけれど、実はこの件を取材したことがあったんです。上野石原発の反対運動の取材をしました、えー。なかなか面白い取材だったんですけど、で先ほど言ったようにあの上野石町っていうのは、えー、まあ本州側というかそこの半島のまあ海に突き出た半島の。 先端部分とその先にあるいくつかの島長島とそれから岩井島というのが有名なんですけど他にもちょっといくつかあるはずですがそれで構成されてるんですねで原発建設に最も強く反対しているのは岩井島の人たち、えー、当時で人口1,000人ぐらい今は多分500人ぐらいになってるかもしれません。あの高齢化、うん の結果としててそうなっているかもしれませんでこの,その岩井島は漁業で成り立っている島なんですね。で漁協という、まあ、大変強い組織があってそこが中心になって、えーまあ、岩井島の島民の、えーまあ、実にあの高い比率で 原発建設に反対をしていいるということですでこれの反対運動の仕方が大変ユニークで有名になったんですが話が飛ぶようですけども週刊朝日って休館になりましたよ、ねまあ休館という名の廃館だっていうまあ噂はも,もっぱらっていうか大体いい週刊誌が終わりを迎える時は休館としか言わないだから火山と一緒だねうん。<laughs> あの、旧火山っていうのは今言わないですよね、うん。あの、核火山なんですね、旧火山っていうのは。まあ、とは言い,いながら同じじゃないのは、えー、週刊朝日が同じ形で復活することは多分ないんじゃないかなと。まあ、明日は多分山口さんが、えー、司会をされるんで、<laughs> なんかおっしゃるかもしれませんが。その週刊朝日がグラビア込みで、 大きな特集の記事を載せたことがありましたまあ毎回あるんだろうと思いますけどでそれがこの原発反対の島のことだったんですね、えー、タイトルがねもう忘れないんですよ「月曜日は反原発の島」っていう <laughs> そういうタイトルなんですでどういうことどういうことなんだと思ってたらですね 毎週月曜日の、確か夜ですね、6時半ぐらい集合だったかな。あの、浜に島民の人が集まって、で、隊列を組んでですね、島の中を一回りするんです。あの、スプレヒコールを上げながら。で、参加している人たちは、そうですね、100人ぐらい、 いらっしゃいましたかね。えー、圧倒的に多いのが、えー、漁師さんの家の主婦の皆さん。えー、これがねすごいんですよ。だからあのなんなんて言うんでしょうねあの井戸端会議のあの延長みたいなところもちょっとあるんですけど、みんなその楽しみにしてるところあるわけですね。 集まって毎週1回一つの問題で集まって「えー、原発はいらないぞ」とか、ねあの「中国電力は出てけ」とかあのそういうそんなあのセリフがあったかどうか覚えてないんですけどシュプレーヒーコールを上げながら練り歩くということが毎,毎週あるわけですよ。ものすごい回数になってる っって言って言たと思いますけれどもでこれがあの面白くてですね <laughs> あの、えー、我々その何ていうかデモとかねあの言うとまあ東京なんかに住んでれば、まあ、いろんな団体が主催するデモとかあるでしょうし、まあ、あるいはデモとは直接 直接というかあの同じでことではないですけれども例えばあの原発の事故の時に官邸、えー、の周りにものすごい数の人が、まあ、自然発生的に集まってあちこちで集会のような状況になったことがありましたね。ああいうまあなんていうか大衆的な運動の高まりっていうのはあ,のあるんですけどもそれとはまたねちょっと。 違ったあの雰囲気だったですね。で、おかしいのは島の中をこう巡るんですけど、あの、必ず行くところがあってで、それはあの、賛成派の人の家の前に行くんですよ。<laughs> うん、で、まあそこで、あの、シュペレヒコールをあの上げたり、あの、いろんなあの、大噂を、 そこででぶつけたりすするんですねもちろん家の中入り込んでとかそういうことじゃないですよあの家の前で、えー、そういうこともやったりする、えー、まあ何て言うでしょうねちょっと独特の他で見たことのない <laughs> あのデモのスタイルでしたでまあ別にあのそれだけをやっているわけではなくて、えー、日々いろんなまああの 広い範囲での署名の活動だったか、確かそういうのもありましたし、あと、とにかく、そういう問題が今起きてるんだというね、瀬戸内海、これあの、岩井島からすると、岩井島の中に作るというかあの計画ではなくて、上野関町の方なんですね。上野関町の、えーまあ、島じゃない部分の方に作ろうとしている。しかし、あのはっきり言えば、真向かいなわけですよ。岩井島にとっては。 で岩井島っていうのは、えーまあ、瀬戸内海の中でも特に素晴らしい漁場と言われている場所で周防灘とそれから伊予灘の境界線というふうに、えー、よく説明があのなされてますけれどもまあ,あのいい漁場なんですね。でそのこと、まあ、その向かい側に原発ができれば当然あのまあ今 放射性物質を含んだ汚染水の垂れ流しの話があまあクローズアップされてますけれども、えー、原発は仮に放射性物質を含んだ水でなくても、えー、温排水を流すすわけですよす。普通の水温の温度じゃないつまり、えー、原発は冷やさなきゃいけないから冷やすってことは水が温まるってことじゃないですかね水で冷やすんだったら。 その冷却水のまあ仕組みがまあ二通りあるわけですけれど要はねあの原発があればか確実に漁場の水温が上がっちゃうわけですよまあそうでないという研究結果になるものもあるかもしれませんけれどもとにかくそれが一番心配なわけそうすると今でもね例えば 北海道でサケが取れなくて代わりにブリが取れてるっていう話あるじゃないですかブリはもうちょっとお暖かい海にいるのがまあ暖かい暖かい海の範囲が広がってそれによってサケがいなくなってブリが入ってくるようになったので、えー、北海道の漁師さんたち、まあ、ブリが大量みたいなそんな話がニュースになりましたよねあとサンマの話もそれに近いところがある 水温のちょっとした変化っていうのは魚にとってはものすごく大きいことでつまり魚の居場所が変わってしまうということは漁場だった場所が漁場でなくなる可能性があるでまあ漁業権の放棄だとかどうとかっていろんな話でまあ中国電力はまあもうここは漁業はおしまいですということですよね まあつまり漁業権を買い取ってもう漁業はさせませんっていう話にしたいんだろうと思いますけれどもそれに対して岩井島が抵抗しているというそういう構図でした。まあ今まあエネルギーの問題ではいろんなことが起こっていますけれども。 脱炭素っていう名目でもって、えー、まあ,あのそれ以前のエネルギー基本計画では何も脱炭素のことだけではなかったと思いますしそのむしろ原発は大事だっていうあ,のあからさまな原発擁護論があったと思うんですけど、えー、それに加えてこれからはあの原発ちゃんあの 稼働させなきゃいかんっていう話がまあある中で、えー、中国電力に関してはまあそういう問題や先ほど言いましたような構図になっているということです。まあエネルギー関係でねちょっととんでもない事件が起こりましたので、えー、こっちは原発じゃなくて洋上風力の 会社から3,000万円の資金提供を受けた、えー、外務政務官の秋元さんというね、えー、河野太郎さんなんかと仲良しの方じゃなかったかなと思いますけど <laughs>、うん、とんでもないことになっちゃったね、うんえー、これまあおそらく行くとこまで行っちゃうんじゃないかと思いますが。 話が急に政治向きになりますけどあのちょっといろいろ揃ってきちゃったんじゃないんですかねあのなんていうかもうこの政権はダメだっていう要素がだいぶ揃ってきてますよ。まあ、圧倒的に大きいのはマイナー保険証の問題ですけど、えー、明日記者会見するんですかね えー、総理大臣が、えー、いやひどいひどい内容になってるんじゃないですかあのー、これまでの健康保険証あの保険証の廃止の予定は変えずにその段階でマイナーカードを持っていない人つまり保険証がない人に対して全員、えー 資格確認書なるものを、えー、差し上げますと。だから不安に思わないでくださいと。ちょっとこれ人をバカにした話でいいじゃないですか <laughs>。だったら保険証をちゃんとか生かしとけよっていう話ですよね。うん、だから、あの、これつまり、 廃止するという政策が破綻したってことですよそんなあの確認そうなるものであのこの発想はあのあるねあの何て言うか、えー、資格だけはあることをあの確認するみたいなものっていうのはあのそもそも国民健康保険でそういう世界があるんですよ。うん あの健康保険証大体地方だと2年間有効とかいうのが、まあ、どんどん短くなってるんだろうけど、まあ、東京なんかだと1年ですよねであの保険料の支払いが滞ったりするとさ半年だけの有効期限のやつとかあるいは3か月のやつとか、えー、出してたことがあるでもうそういうの多分面倒くさくなったんでしょうね 資格証明書というのをいつ,でいつ出してもいいってことになったんですよ腹、えー、払わない人には <laughs> でこれはひどくて窓口で10割負担をしてで役所の方に行って7割を返してもらうでもさ保険料の滞納してるわけだからお医者さんにかかったら10割分捕らえるに近い話なんですよ役所で、えー どうしますこれは保険料に充当しときますかって言われてあの嫌だってなかなか言えないよねおそらくね、うん、まあそういう世界にちょっと似た世界なんですけどマイナー保険証がない人は資格確認書なるものをお医者さんで示して、えー、本,人本人の3り負担ということにね、えーまあ、大体そんなもんでしょう。<laughs> だからマイナ保険証政策破綻したんですよこれで。うん、あの古息になんかまたあのマイナ保険証を広げるようなことを多分やろうとするんでしょうけど、うん、でそちらにはそちらで、えーね、皆様にメリットがありますっていうことを大宣伝しながら。 もしかしたらまたあの、えー、何ですか何万円かあのプレゼントするみたいなことをやりつつ <laughs> あのきっとじりじりじりあの、ね、保険証が増えてますみたいなことをやろうとするんでしょう。だけどさなんもうなんか今度は見えてるじゃないですか。ね、あの結局マイナー保険証を通じて その人の個人に関わる金融情報を一元化してつまり滞納はできないようにしちゃうっていうことじゃないんですかねあの政府からお金を一律にいただけるなんていうのは多分すごくチャンスとして少ないんじゃないかと思いますよどっちかというと取り上げる方の話が多くて、えー で今、えー、例えばあの年金の金額から、えーまあ、健康保険とそれから介護保険これがさっ引かれて出てくるようになってますけどこういうことがいろんなジャンルで行われるようになるんじゃないですかね。で,その,でその時に金融情報を抑えられているとあなたはこの口座にいくらあるじゃないですかっていうことが言えるようになるわけです。 多分狙いはそっちですよね最終的な狙いは <coughs> でその、まあ、型として、えー、便利ですよっていうのが、まあ、あるんだろうけどまあそんな感じですよマイナ保険証の問題が一番大きいで,でもまあそれだけじゃなくて、えー、木原官房副長官のえー まあ家族内のスキャンダルというかスキャンダルにしてはちょっとドロドロちょっとすごいけどね「週刊文春」関係でえ大きく扱われていますしうんまあ週刊誌的な興味から言うとちょっとこれは大きくなるんじゃないのという感じがする話ですねこれ、政権の中枢部ですからね木原さんというのは。 それから秋元さんという方の、まあ、もうさっさと辞任しちゃいましたけど、えー、かなり分かりやすい、えー、増収愛ですねの、まあ、可能性があるということで、まあ、調べが進むんじゃないでしょうか、まあ、ご本人はもう、うん、外務政務官辞めてますので。 そういう意味での追及は、まあ、早々ともうやめたからい,あのいいですよっていう話にしたいんでしょうけど、まあ、多分そうならないでしょうでこれから、まあ、選挙とか人事とかっていう話になった時に、えー、問題はここで選挙を打ってもあるいは人事をやっても 内閣の支持率は上がらないんじゃないかっていう話が出てきそうですね。えー、なんとなく材料はそろそろいきつつある、えー、まあ比較的大きな政治的な変動があるのかなって、あの自民党政権が倒れるとかそういう話ではないと思うけれど、うん、なんかそんな気がちょっとしますけどね。 と、えー、いうところで、えー、本日お話ししました内容、えー、っと、どこにしようかな、て。<laughs> あのー、ね、本当は犬の話が一番好きなんですけど、まあ、でも、えー、多分、岩井島の話に関して、今ここに出ておりますが、<laughs> えー、マグマグさんから出させていただいております、二つのメールマガ ウッチージャーナルとウッチージャーナルデラックスこちらの方に、えー、デモクラジオからということで、えー、一部反映をさせていただきたいと思っております、えー、こちら有料のメルマガですけれども、えーえー、読んで楽しい内容も一部あるかと思いますので<笑><笑>、えー、ちょっとお試しになっていただけると嬉しいですと、えー、いうところで1曲目に参りますかあここに よいうしょ、はい遅くなりました、えー。ソニー・ロリンズで、It's All Right With Me。